はいどうも、ハイネケンチャンネルです。ノブチューということで、本日も信長の野望出陣の動画やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の動画の内容はですね、列伝イベントを開催されておりますが、引き続きですね、列伝ツアーの攻略、そして後半のですね、小早川宅配攻略という形でやっていきます。今回もですね、条件としてはですね、大友宗麟だったり高橋常務、こちらをですね、無凸特製育成なしという形でやっております。そしてですね、その中でも討伐目標を完遂するという形の目標を立ててやっています。ぜひよかったら見て参考にしてってください。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、今回はですね、つわもの小早川隆景さんということで、レベルは最大23ということになります。こちらですね、列伝攻略のコツということで、前半つわものが出た時にね、お知らせこれが出てたんですけど、ここにもうね、記載されてる、攻略方法というかね、注意点はあるんですけども、今回ですね、敵側の布陣としてはですね、前衛後衛で、武将さんが分かれてるんですけども、前衛を撃破しないとですね、後衛の、武将のですね、兵法値だったり能力値がですね、下がらないという仕様になっておりまして、まず前衛を倒して、その後後衛を倒すという形の作戦を取らざるを得なくなっております。相手は敵型の能力を見ていきましょう。まず小早川隆景さんですけど、先ほど言った通り兵法値最初から 55,241 ありますね。はい、そして特性にはですね、被ダメージ軽減の足軽弓鉄砲があります。そして弱点は知略戦法です。そして大友家も引き続き弱点です。特性の中にですね、4部隊以上時防御上昇、兵法上昇、これがありますのでですね、前衛2部隊を2ケアしないとこの特性が解除されないといった仕様になっております。なんとですね、兵法値も防御値も 750% 上昇という半端ないことになっておりますね。そしてこれは後衛のですね、キッカーさんだったりシシドさんですね、こちら2人にも同様の特性が最初の方ありますので、こちらはどうしてもですね、やっぱ後衛には手は出せないかなという形になっております。前衛のね、名もなき武将2人にはこういった特性は見受けられませんので、まずこちらから撃破という形になりますね。はい、そして今回の動画の本会であるですね、討伐目標完遂、これのためにですね、討伐目標を今回も見ていきましょう。まずはですね、3つ、九州の雄、ゆかりの地が九州沖縄地方である武将を指定水上編成して勝利と、これ前回と変わらずという形になりますね。次が地の一刀、はい、こちらはですね、大将の武勇戦法を指定回数以下しか使用せずに勝利と、戦法連携はカウントされませんということになっております。はい、そして3つ目が文豪の王の戦ということで、合戦開始24秒以内に知略戦法で一定ダメージ以上を与えるということで、1回敵1部隊ということになっております。今回ワンパンでね、どんだけダメージ出せるかなという形になってますね。それでは詳細それぞれ見ていきましょう。はい、まず1つ目が九州の雄ということで、こちらゆかりの地が九州沖縄地方である武将を指定数以上編成して勝利ということで、こちら1回目とね、前半ツアーモードと変わらずという形になりますので、条件1が5人以上、条件2が10人以上、条件3が15名以上という形になっております。はい、そして続きましてが地の一刀ということで、こちら大将の武勇戦法を指定回数以下しか使用せず勝利、戦法連携はカウントされませんということになります。条件1が4回以下、条件2が1回以下、条件3が0回以下、知略戦法だけで倒せばですね、合計 50% 分の討伐目標のボーナスもらえますよということになりますね。ね。はい、そして3つ目がですね、文豪の王の戦ということで、合戦開始24秒以内に知略戦法で一定ダメージ以上与える、1回敵1部隊ということで、先ほども言った通りですね、ワンパンでどれだけダメージを与えれますかという話になります。24秒以内でという形ですね。条件3を達成するのは30万ダメージ、条件2が20万ダメージ、条件1は2万ダメージで達成という形になります。こちらも全て達成すると 50% 討伐目標をもらえますね。はい、今回の列伝もですね、要約しますと、できれば大友家でアタッカーを揃えて、知略戦法で、敵を攻撃します。そしてそれを24秒以内にまず1回ピークを持っていく、この3つがですね、今回の列伝の主なポイントかなと思いますので、それを踏まえてですね、実際編成の方を見ていきましょう。どうぞ。はい、まず第1部隊ですね、兵法上昇を主にした毛利輝元隊ですね。こちらは輝元さん以外は4名の地方武将ですね、今回、対象の武将を入れております。確実にですね、 90% の兵法上昇付与。はい、第2部隊目もですね、ほぼ同じ役割といった形で、兵法上昇の丹羽さん、あとはですね、地方武将の4名入っていただくという形になります。
こちらはですね、テロモトさんと違って丹羽さんはですね、味方一部隊を中心にということで、兵法上昇をかけれますので、ちょっと配置がね楽になりますね。テロモトさんはちょっと厳しめにね配置取らなきゃいけないんですけどって感じです。はい、第3部隊目はですね、石田三成隊、こちら兵法上昇、会心上昇、兵法低下という形の役割を担っていただいております。三成さんで兵法上昇、会心上昇、そして東堂高虎さんですね、これ甲状腺のですね、東堂高虎さんと島左近さんで2人で兵法低下をかけるという形になっております。この2人かけるとですね、かなりダメージ伸びますね、やはり。はい、第4部隊目はですね、細川忠興部隊という形になります。こちら細川さんで兵法低下をかけます。そして副将の東堂高虎さんで兵法上昇と回復をかけていくという形になります。今回私アタッカー部隊はですね、健康兵法上昇副将を使っておりますので、一旦ですね兵力がちょっと 50% ぐらいに落ち込んでしまうので、ここ高虎さんのですね回復が入らないとですね、マックスのポテンシャルを発揮できない形になりますので、とても重要な部隊となっております。はい、そして最後5部隊目が大友総林率いるアタッカー部隊という形になります。こちらなるべく兵法上高くして、余ダメージもね装備だったり特性でなるべく積んだ状態でという形になります。あとはですね、ゼロ突特性上げなしピックアップ部署を2人を入れてどこまでダメージ出せるかという形になっております。今回はですね、ちょっと銀千代さんには外れていただきました。それではやってきます。はい、それではやっていきましょう。まず配置なんですけど、右から右下照本、細川忠興が中衛、そして右から2番目に大友総理、そして真ん中に石田三成、その後ろに丹羽長秀、こんな形でやっていきたいと思います。はい、まずはですね、敵の指示はそのままなんですけども、細川さんがねうまくこう右にくるっと回っていただくようにこうね、ここは忘れないようにと、あと毛利輝元はですね一番奥のキッカーさん示してですね、大友総理に近づけるようなイメージになります。ここら辺も来てもらえればね、あとは上の宍戸さんにちょっと合わせるだけで大友総理さんのすぐ近くに配置してくれますので、これで初期配置は固まりましたと。相手にですね固執かけられましたけども、これもすぐ解除されますので特に慌てずって形になります。細川さんだけがちょっと上回りする可能性があります。今回してますので、ここだけはですねちょっとですね範囲に入ってる入ってないっていう動きをよく見極めてですね、先鋒をかけていただければなと思います。そして照本をかけて丹羽さんかけて、ここら辺はね連携はもともとしない予定なんで問題ありません。次から連携が必要になってきます。はい、石田三成さん兵法低下かかりますか。はい、島左近さん来ていただきました。東堂さんも来てくれたらねベストだったんですけども、そんなね、欲張ってはいけませんということなので、はい、その次は細川忠興さん、東堂宝さん、こっちね徳川家バージョンも来てくれ。はい、来てくれました。音声認識ということで、この戦法によってですね大友総理の兵力が70倍以上上昇しましたので、健康兵法上昇がですねさらに再発動してますので、兵法値が 36,815、 これがマックスですね。ここで戦法を放っていきます。高橋ジョーンさんは連携しなかったんで、連邦のね、余ダメージ上昇の効果は得られなかったんですけど、見事ここでですね、304,651ダメージクリアという形になります。あとはですね、こちらの先方がまた溜まるのを待ちつつですね、後衛の3部隊が兵法値、防御値とも下がりましたので、これを倒しに、どんどん前に詰めていくといった形になりますね。正直、照本の先方とか、この後は死に体になってね、特に意味ないんですけども、せっかくポイント稼ぐ、ソースになりますので、忘れずにですね、こういう意味のない戦法でもかけていくと。意味のないとか言って申し訳ないです。しっかりポイントのね基礎となってますので意味なんかなくないですということで、これで順々にねかけてって、でだいぶですね兵力削られている部隊もありますので、やはりですね最後大友総輪隊で締める前にですね細川さんはね戦法を放ってうまくですね、東堂高虎さんの回復をですねなるべく効果高くして、兵力残存兵力もなるべく高くする、そういった形の方向で今戦法をかけてますね。そして、最後から2番目に細川さんをかけて、はい、高虎さん今回も来てくれました。ここでまた回復かかりますと。そしてあとはですね大友総林さんで芝こうと思ったんですけども、なんかちょっと謎の動きをですね、してしまったんで一旦また元に戻して、先方オートでかけてこれで終了という形になります。
最後のこの一撃も会心数稼ぎたいとこだったんですけど、まあ、致し方なしって感じですかね。はい、それでは最終的なスコアおいくつでしょうか、見ていきましょう。はい、勝利という形で。はい、バトルスコアこちらになりますね。はい、見事今回も討伐目標の、フルコンプ達成することができました。ダメージの方もですね、304,651ということで、ギリギリ30万超えることができました。無凸、特性上げなしでも、こういった形でね、討伐目標は達成できますので、ぜひぜひ皆さんのね、列伝攻略の参考にしてみてください。はい。本日の動画の内容は以上といった形になります。こんな感じでね、出陣の攻略動画にこだわって動画の配信しているハイネケンチャンネルです。ぜひぜひね、今後もよろしくお願いいたします。動画本当に最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ハイネケンチャンネルでした。ノブチュー。